First things first, let's set this up. Uncapped sharpshooter, uncapped inflator. The final power, I think that's it. キラヤマト、行きます。
コズミック色の歴史、運命のガンダムたちの最後の戦いを見届ける時が来たね。ミッションデータを調べてみたけど、全てのガンダムが戻ってきてるよ。小隊長が全部のガンダムと戦うことになるの？注意するべき敵はザフトのデスティニーガンダム、シン・アスカ君の機体、そしてドラグーンシステム搭載のレジェンドガンダム。どちらもブレイクミッションでは戦った相手だね。シン・アスカ君、キラ・ヤマト君とはベルリンでの件もあって決定的に対立してしまったけど、彼は遺伝子が全てを決めるデスティニープランをどう思っているの？それで人が幸せになれるならというのがシン君の考え方。様々な理不尽に見舞われて家族を、そして心を通わせつつあった戦友を失った彼は、誰もが幸福に生きられる世界を願った。それが遺伝子に乗って管理された幸福だとしてもなのね。シン君の戦友であり理解者でもあるレイザバレル君の存在も大きかったかな。アフターコロニー時代のブレイクミッション、巨大戦艦リーブラであったプロビデンスガンダムに似た機体に乗ってた彼ね。レイ君は己の最後が近いことを知ってシン君に、未来はお前が守ると託したんだよ。その言葉がシン・アスカ君を最後の戦いへと突き動かすことになる。え、死期が近いって病気か何か？生まれついてというか、ただレイ君もこのミッションの重要なピースとなる存在だよ。ここで話していてもパズルは組み上がらないか。分かったわ、行きましょう。小隊長、気をつけてね。掴み取る未来か、作られた未来か、どちらも戦争のない未来を願っているのに、結局は戦いに駆り立てられる。その結果がどちらになるにしても、それを決めるのはガンダムの戦い。さあ、月面だよ。機動要塞メサイアはあれね。戦争根絶のために武力で介入していく。でもいくら世界を変えるためだからって。キラ君やアスラン君たちは大丈夫、みんな戻ってきてる。ザッタもガンダム、シン君たちもね。彼らの戦いを見届けなきゃならないのね。腹をくくろう姉さん。小隊長さん、敵はザフト軍だよ。外さない。まだなのか。僕にはやれるだけの力がある。そこだ。Hold on one second, I gotta get on the phone, hold up.
Okay. デスティニーガンダムを捕捉。通信傍受したよ。よくもルナを、ルナをやったな。やめるんだシン。シン君とアスラン君が戦闘に入ってる。ルナって誰？シン君の同僚、ルナマリア・ホークさん。インパルスガンダムで戦場に出てるんだよ。それをアスラン君に撃墜した。急いだ方が良さそうね。ちょっと許したのか。Sorry about that, I had to take care of something on my phone. 直撃させる! Text message, but something should have been taken care of 2 days ago. ここ強く聞こえるかもしれない。だが彼らの言葉はこれ以上僕に来た。
前の全てを殺す。俺はそれを、あんたが正しいって言うのなら俺に勝ってみせろ。まだ当たる。これはどうだ。かわせるか。くそ、あんたが悪いんだ。あんたが裏切るから。シン、やめろ。踊らされている。お前も。俺はもう絶対に。ユランダル議長のデスティニープランを。うるさい、どけ。戦争がない世界以上に。しそう、なんであんたが。あんたなんかに。もうお前も過去に囚われたまま戦うのはやめろ。そんなことをしても何も戻りはしない。何を。なのに未来まで殺す気か、お前は。俺は。彼は理不尽に失われた家族の無念を背負って戦争のない世界の実現、それがどんな形であってもそのためだけに。この力で全てを終わらせて、その先に平和があるのなら俺は。このままでテレア落ちる。体勢を回復する。ここで仕切ったか。味方が落ちたのか。お前が欲しかったのは本当にそんな力か。分かってる、分かってるさ。だけど戦わないと何一つ誰も守れやしない。だからオーブは撃たなきゃならないんだ。自分が今何を撃とうとしているのか、お前本当に分かってるのか。光るから、だから撃つしかないと。あの国に刃を向けることが。見出せ、シン。お前は本当は。やめろ。何が欲しかったんだ。もっ、うん、バカ野郎。やった、デスティニーガンダム機能停止。アスラン君、アークエンジェルがピンチだよ。ここは私たちに任せて。早く。すまない。あれ、ストライクフリーダムの通信が。フリーダム、貴様だけは俺が撃つ。これはどういうことなんだ。君は終わらせる。今度こそ全てを。なぜなんだ、なぜこんな。この声、ラウルじゃなくてリーブラで戦ったレイザバリル君。まずい。このタイミングで2人が聖戦を離脱してないと、最後の最後に2人とも間に合わなくなる。戦士にズレがあるの。小隊長、行きましょう。この先がダイダロス基地ね。敵の最終防衛ライン。ここを切り崩してアスラン君たちが突入できるようにしないと。数が多い。ブレイクミッションの時みたいにガンダムファイターが助けに来てくれればいいのに。来たら来たで困るよ。トゥルーミッションやり直しになるから。バカだ。当たれ。あげる。もう評価だ。こんなところで。くらえ。かわせるか。トランザム起動。直撃させる。やるな。まだか。ここまでの。これはどうだ。決める。今だ。やるな。このままでは。
まだだ、今だ。了解した。完全な時に戦いだ。くそ、まだか。存在だけは許さない。そんな、なぜ君が、なぜ君がまた。彼はクローン人間なんだよ。ある資産家が家督を継がせるために作った。遺伝子操作に飽き足らず、今度はクローニング。スーパーコーディネーターの研究支援と引き換えにキラ君のお父さんの手によってね。そしてキラ君は生まれた。でもクローニングの方は完全じゃなかったんだよ。ナウル・クルーゼは生まれつき短命だった。彼の虹コピーだったレイ君も。これ以上僕にさせないでくれ。みんなを継がせるためだけのクローン。命を何だと思ってるの。そんな歴史の中でキラ君たちは自分たちの存在意義をかけて戦っている。それがナウル・クルーゼの絶望。そうだ、キラ・ヤマト、お前は俺たちが連れていく。レイザ・バレルとラウル・クルーゼ、沈んでもらう。人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラ・ヤマト、ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に。ラウル・クルーゼ、生まれ変わるこの世界のために。まさか自らの分身、クローンの復讐のために。違うよ、イノ姉さん、それは逃れられない。自分自身、そして取り戻せないもの、それが過去だから、もう終わらせる、全て。そしてあるべき正しき姿へと戻るんだ。人は、世界は。でも違う、命は何にだって一つだ。だからその命は君だ、彼じゃない。刹那よ、制限終わりだ。未来を切り開く。これはどうだ。くらえ、直撃させる。これはどうだ。フリーダ、キラ・ヤマト。あの人たちを否定して今がある。この先がどうなるかは僕たち次第だから、絶対に諦めない。諦めない限り必ず明日はやってくる。明日のために撃つ、明日のために守る。世界は変わるんだ、俺が変える。僕はもう明日から逃げない。今を生きる、戦い続けるんだ。僕たちは分かっていけることも、変わっていけることもできるんだ。レジェンドガンダム沈黙。キラ君、もう時間がないみたい。アスラン君たちがメサイアに突入をかける。だから。了解、僕はメサイアを止めに行きます。ここを頼みます。ギル、レイ君が無事だったのね。ブレイクアウトするよ、ウノ姉さん。役者は全て揃った。作戦終了だね、お疲れ様。トゥルーミッションの成立を確認。うまくいったよ。私たち要塞への突入まではしなかったけど、この戦争はどういう結末を迎えたの？
ダイダロス基地の巨大レーザー砲レクイエム、そして機動要塞メサイアはキラ君たちの突入で破壊されたよ。燃え落ちるメサイアの中でキラ君はデュランダル議長さんと対峙し、変化のない世界を否定して戦うことを告げた。キラ君を追ってきたレイ君の思いも全部受け止めてね。彼は作られたコーディネーターだから、遺伝子が全てを決めるという世界は不自然だと誰よりも感じていたんじゃないかな。自分たちの未来は自分たちで決めるか。コズミックイラの歴史はどうなっていくの？機動要塞メサイアが陥落した後、ラクスさんが全軍に戦闘停止を申し入れたんだよ。ザフと地球連合は共にこの勧告を受け入れ、こうしてブレイクザワールドから始まり、歴史の闇に潜んでいたロゴスを引きずり出し、デスティニープランに至るまでの戦いは終わった。長かった、長い戦いだった。ロゴスが滅びたのは大きな一歩だと思うけど、ナチュラルとコーディネーターの確執やこれまでの戦争の傷が消えるわけじゃないでしょ。それはそうだね。でもキラ君とシン君は戦いを通じて和解し、ザラ議長の忘れがたみアスラン君もいる。遺伝子に翻弄されてきた彼らだからこそ、同じ境遇の人たち、そうでない人たちのために戦うことができると言えないかな。そうか、団結したガンダム乗りたちの戦いがこれからコズミックイラの未来を、明日を作っていくということなのね。